スコティッシュアビエーションブルドッグスウェーデン陸軍の FPL-61C スコティッシュアビエーションブルドッグはビーグルエアクラフト社でビーグル B-125 ブルドッグとして設計された並列複座の練習機である。極技飛行機としても使用可能。ブルドッグの試作機は1969年5月19日にショアハム空港で初飛行を行った。 この機を最初に発注したのは78機を注文したスウェーデン空軍であったが、製造を開始する前にビーグルエアクラフト社は倒産してしまい、この機の製造権とスウェーデンからの発注はスコティッシュアビエーション社に引き継がれた。その後、すべての機体はスコティッシュアビエーション社により、プレストウィック空港で生産され、後年はブリティッシュエアロスペース社で生産された。 最初の58機は1971年にスウェーデン空軍に納入された。残りの20機は1972年に FPL61C としてスウェーデン陸軍に納入されたが、これらは1989年に SK61C として空軍に移管された。スウェーデン軍のすべての機体は2001年に退役し、2004年に26機が、 ハンガリーのアビアレント社に売却された、ブルドッグ T1GBZMD2006 年のエアタトゥーにて最大のユーザーは英国空軍で1972年に130機のブルドッグを発注してブルドッグ T1 として収益した。英国空軍では初等練習機として広範囲に使用され、特に大学航空飛行隊後に飛行修熟学校の 標準練習機として飛行訓練に供された。2001年に後継機となるチューター T1 の導入に伴い、英国空軍はすべてのブルドッグの残存機を非常な低価格で民間に売却した。ブルドッグは以下の各型が製造された。個人所有のブルドッグ120型、元ボツワナ空軍機で塗装も、その当時のもの。 2005年の英国のエアラリーにて、元ヨルダン空軍のブルドッグ。現在は、英国身体障害者飛行協会が運用。2008年のファーンボロー国際航空ショーにて、ブルドッグビーグルパップクラブブリティッシュエアクラフトディレクトリありがとうございます。